さつき小一郎でございます。働かなくたっていいじゃんって感じでね、働かなくたっていい。今日はピザを頼みました。こちらでございますね。ピザーラ、これはこちらの方はチキンナゲットが入ってるんですね。チキンナゲット、これで結構お腹がなんか4分目5分目ぐらいまで、これね、チキンとポテトで、ピザの方は欲張りクォータでございます。3402円、ちょっと痛い出費なんでね。まあ週に1回ぐらいしか頼めないんですけどもね。まあこれが食べるのが楽しみなんで、ポチ袋なんかついてますね。ポチ袋。出川哲朗さんのね、ポチ袋。こんなのも入ってますけれどもね。中身は欲張りクォーターでございます。一番安いやつですね。ピザに5000円かけるのはもったいないんでね。3000円でも高いんですからね。これピザっていうのは原価が10分の1だそうでございます。じゃあ早速食べに行きたいと思うんでございますけれども、私、人の前で食事をするのはね、ちょっと道徳的にいかなるものかと思っておりますんで、人の前で食事をするのは人の前でうんこを見せるのと同じことだと思っておりますんで、食べるところはカットいたします。では後ほどまた失礼いたします。はい、仕切り直しまして、働かなくていいじゃん、さつき小一郎でございます。ピザの方食べました。食べたといっても3分の1しか食べられなかったですけどね。やっぱフライドポテトとチキンとこれ乗っけますとやっぱ結構な量になりますんで、残りは明日食べようと思います。で、今日は株式の方はもちろんお休みでございまして、今日明日とね。で、もう今日も YouTube 朝から見てたんですけども、今日なんか知らないけど朝4時ぐらいに目が覚めてしまいましてね。昨夜ゆっくり寝ようと思って結構10時ぐらいに寝たんですけども、そのせいかな、6時間ぐらいしか寝てないんですけども、あんまり眠くもないし、まあ爽快に起きて、しばらくちょっと不安と戦いながらこの時間まで来ました。今7時44分ですね、夜の。で、先日なんですけども、アマゾンでもってこんなものを買いましてね。これなんですけどね、ちょっと大きいロボット掃除機ですね。ロボット掃除機、これがなかなか優れもんでございまして、ロボット掃除機買うのこれが3回目なんですよ。3回目、3回買ってるんですよ。1回目はね、1万5、6千円のなんかちょっとしょぼいメーカーのやつ買って、全然使い物にならなくて、うちの番頭さんにあげちゃったんですけどね。で、2台目がこれと同じやつなんですけども、初期不良で交換してもらいまして、で、これが3台目になってね。3台目、これなかなか快調な動きを示しましてね、後で動画載っけておきますんで、ちょっと見てもらいたいんですけども、床掃除と、あと床拭きやってくれるんですね。で、アタッチメント、こういうのがついてるんですよ。まだちょっとこれでは床掃除やってないんですけども、床拭きはやってないんですけどね、これがついてて、これでやってるんだ。この中に水を入れましてね、水を入れるんですよ、この中に。水をここから水入れまして、で、水が溜まったらこうじわーっとこっちの方に染みてくるんですね。で、床拭きもしてくれるっていう。結構音も大きいですよ。最初1番目に買ったやつは音も小さかった分吸引力も悪かったんですけど、うち犬飼ってるんでね、そんな関係で吸引力のあるやつの方がもちろんいいんで、で、これ買ったんですけど、性能なかなか良くてね、犬の細かい毛まで取ってくれるんですよ。
ただちょっとコンセントのコード、あそこで引っかかっちゃうんですよね。そこがちょっと問題なんですけども、あとは正常に動きますんで。でですね、本日はですね、しのぎの方がですね、しのぎというか内職ですね。内職の方がちょっといまいちだったんですけど、昨日の晩は1万2000円でしたね。1万2000円。今日は日中ちょっと株の勉強なんかもして、いつも買ってる銘柄の会社情報とか見ながらね、これ大丈夫かな、明後日買っても大丈夫かなとか思いながら見ながらね、過ごしていたんでございますけれども、もうあっという間に8時ですね。そろそろ寝支度しようと思うんですけど、まあ10時ぐらいになったら寝ようかな。というわけでございまして、本日はこの辺で失礼をしたいと思います。じゃあこの後にビデオで掃除機のこの稼働状況というのをね、ちょっと見ていただきたいと思うんでございますが、ではどうもここまでありがとうございました。さつき小一郎 仕事しなくったっていいじゃんって感じでね、どうもありがとうございました。失礼いたします。よろしかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。失礼いたします。リモコンを使っていきます。リモコンがこちらでございます。移動すると動きます。結構パワーあるんですよね。やっぱり3万円ぐらいしたやつだから、前に1万5000円ぐらいで買ったんだけども、それはあんまり使い勝手良くなかったですね。荒れちゃいましたけどね。でこれで一回消してホームボタンを押すと、ホームの方へ自動的に帰っていくというシステムなんでございますけれども、ホームありますね。右上段にあるやつですね、ホームに。これでホームに戻ってピッとなったら、あれピッとならないですよね。もう一回やり直し、仕切り直していきます。もうちょっとです。あれ、ちょっと時間かかりそうですね。もうちょっとだと思うんだけど。